ボートレース琵琶湖の第39回さざ波賞シリーズ5日目の11レース2つ目の準優勝戦、ここがコースに動きがあります。5番の金子義明、一つでも内は張りたいところですが、内枠算定これをブロック、枠番主張で1、2、3、その外に5、4、6と並ぶか。対数面です。インコース1号艇東京の深水慎一郎、2コース2号艇同じく東京若林翔、3コースに3号艇福岡の江崎和夫、1番2番3番4コースが5号艇静岡金子義明です。5コース4号艇埼玉伊藤慶三、6コース6号艇山口の末永祐樹です。進入スタイルですが4対2となりそうです。風はほとんど吹いていません。追い風が微風、今節のタイトル通りさざ波の水面コンディションです。さて1番深水がやはり人気の中心、3日目までシリーズリーダーでしたが、昨日後半崩れまして得点率2位に。2番若林翔が調子を上げております。展示タイムを6秒62いいタイムでした。前半白星は5番の金子、進入コースインコースから1番2番3番5番ダッシュ、4番6番11レース準優勝戦スタートしました。インから5コースあたりまでほぼ揃ったスタートでしょうか。一周の一幕、さあ誰が先手を取るか。まずはインから1番の深水か。深水が先頭で折り返す。2番手に2番の若林、3番手が3番の江崎、しかし2番の若林の外3番、内から5番4番並んできました。4人接戦の2番手争いです。しんがり6番の末永祐樹、スタートは正常で第2ターンマーク。さあここは2番手争いが注目。先頭1番の深水から2番取り返してきたのが内を続いて5番3番が外全速で2番4番が依然として4人、大接戦の2番手争いがついています。レースは2周回目、最内が3番の江崎、外には2番若林、今2番3番2手競り合って2番手争い、すぐ後ろ4番5番もついています。2周1マーク、1番深水からここで3番の江崎和夫が2番手、ようやく2番手争いから単独2番手3番江崎和夫、その勢いで1番の深水にじわじわと接近中。後ろ今度は3番手争い、外2番若林、内が5番の金子です。1番3番でまずは上位2艇、2周2マーク折り返し、外2番若林が全速戦です。なんとかここは3番手はキープ。5番の金子少し斜めにはまって4番手交代。これで上位3艇は1番3番2番の内枠3艇、ちょっと苦しく2番若林は連柄に1着2着、この有数切符を逃すのか。好調2番若林でしたが現在3番手です。1、3、2、インからまず押し切った1番深水、その後ろ2番手争いは4艇大接戦、そこから3番の江崎が単独2番手、2番若林翔が現在は3番手。1、3、2で最終の第2ターンマーク、1番深水から最後の直線コースへ帰ってきました。1番3番2番その後5番、まもなくゴールを迎えます。まず1番の深水慎一郎が先頭で5人、2番手3番江崎、3番手2番若林、その後5番金子、4番伊藤、最後6番末永祐樹がゴールいたしました。以上第11レース準優勝戦でした。